皆さんこんにちは。バンビシャス奈良でアリーナ MC をしていますアンです。今日は奈良地方法務局奈良県人権擁護員連合会主催、バンビシャス奈良の選手と一緒に人権について考えるイベントです。選手と一緒に人権への理解を深めていきましょう。それでは本日の参加者をご紹介いたします。まずは奈良県人権擁護員連合会会長高松周健様です。皆さんこんにちは。私は奈良県人権擁護員連合会の高松と申します。今日は中学生の皆さんと選手の皆さんとの対談を大変楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。奈良地方法務局人権擁護課長西川つや子様です。皆さんこんにちは。私は奈良地方法務局人権擁護課長の西川つや子と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続いてバンビシャス奈良の選手をご紹介していきましょう。それぞれお名前と得意なプレーをお願いいたします。まずはナンバー3藤高総一郎選手お願いいたします。バンビシャス奈良背番号3番の藤高総一郎です。得意なプレーはダンクシュートです。よろしくお願いします。それでは続いてナンバー6長谷川智信選手お願いいたします。バンビシャス奈良6番の長谷川智信です。得意なプレーは3ポイントシュートとディフェンスです。よろしくお願いします。最後にナンバー8菰田拓也選手お願いいたします。バンビシャス奈良背番号8番菰田拓也です。得意なプレーは3ポイントシュートです。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではここで本日一緒にお話をしていただく中学生のご紹介です。それぞれ学年とお名前を教えてください。中学1年真央です。よろしくお願いします。中学2年のふみです。よろしくお願いします。中学1年のあんりです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではここから SNS の誹謗中傷についてをテーマにお話をしていきたいと思います。まずは現在の起こっている事例について西川様よりお話をいただきます。はい、皆さんは人権とは何か知っていますか？人権とは全ての人が生まれた時から持っている権利であって、人として生きていくために大切な権利と言われています。私たちは人権擁護委員の方と一緒にこの人権が守られている社会を作るための仕事をしています。さて今私たちの周りでは SNS やインターネット上の誹謗中傷というのは根拠のない悪口を言いふらして他人を傷つけることを言いますけれども、その誹謗中傷について裁判になったりとか、誹謗中傷を受けた被害者が命を絶った